キアナ・カスラナ、私が最も誇る教え子よ。セイフレイヤ、天球師、ソルトレイク、ムーンベースに足跡を刻み、そして最後は旅の原点に戻った。すべてを心に刻んだからこそ、彼女は終焉の律者の姿で宣言する。多くの人が見届けたこの物語は、ここで終わったりしないと。みんなの気持ちが、今の私を作ってくれた。終焉の律者は、虚数タイプの炎キャラ。分岐攻撃で、リンネの波を貯めると、絶対時空断裂を発動できる。その間、キャラや敵のスキル効果、クエストのカウントダウンが停止するわ。地上では、攻撃ボタンで通常攻撃5連撃が発動し、空中では、異なる5連撃が発動する。さらに、必殺技ボタンで切り上げ、または落下攻撃を発動できるわ。通常攻撃、切り上げ、落下攻撃は降臨カウントを獲得可能よ。カウントがマックスになると分岐攻撃を発動できる。分岐攻撃には自炊形態と月砲形態の2種類があり、片方を発動すると次の分岐攻撃でもう片方を発動するわ。さらに分岐攻撃を放つたびにリンネの波をチャージする。起源の律者と真偽の律者がチームにいる場合、自炊形態と月砲形態が強化され追加のダメージを与えるわよ。極限回避スキルは全時空断裂が発生するの。リンネの波がマックスになると回避ボタン長押しで絶対時空断裂が発動し、降臨カウントを獲得し停滞領域が発生する。期間中の攻撃は降臨カウントを消費するわ。継続時間終了、もしくは降臨カウントがゼロになると終末形態を発動する。絶対時空断裂のクールタイム中はリンネの波を獲得できないの。敵が時空減速、燃焼、浮遊、もしくは命の分岐攻撃を受けると QTE を発動でき、炎ダメージを与え降臨カウントを獲得するわ。審判の時は来た。いやこれは世界の神聖であり、明月の終末でもある。未来を切り開く決意があったから、終焉の力は人の身に降臨したの。必殺技ボタン長押しで必殺技を発動し、敵に大量の炎ダメージを与えるわ。起源の律者と真理の律者がチームにいる場合、必殺技は連携必殺となり、3人で協力攻撃し大量のダメージを与えるわよ。実戦ではクロノストラベラーがバフを与え、真理の律者が接続形態で分岐攻撃と必殺技を放ち、終焉の律者が QTE 出場し降臨カウントを貯めつつ分岐攻撃でリンネの波を貯める。2回の分岐攻撃でリンネの波をマックスにして絶対時空断裂を発動し、通常攻撃と分岐攻撃でダメージを与え、最後は必殺技で片付けましょう。起源の律者と真理の律者がチームにいる場合、真理の律者が接続形態で分岐攻撃と必殺技を放ち、終焉の律者が特殊 QTE で出場。降臨カウントをため、分岐攻撃で起源の律者を QTE 出場させ、過信断裂と爆発連携を放ち、再び終焉の律者が特殊 QTE で出場。降臨カウントをため分岐攻撃を発動した後、絶対時空断裂を発動し、終末形態を放った後、連携必殺で強力攻撃を仕掛けましょう。イニシエの楽園ではまず終月の祝福を選び、その後自撃と空明の祝福を狙ってね。共通刻印は戒律の2つ目の革新刻印、支援枠は雲木単身と鬼鎧にするといいわ。戦闘中通常攻撃と分岐攻撃でダメージを与え、専用刻印で効果がアップした必殺技で大ダメージを与えましょう。またシリンの祝福を選び、その後血縁の祝福と空明の祝福を選びながら、
共通刻印を螺旋の2つ目の革新刻印にして、絶対時空断裂発動後の分岐攻撃で攻める手もあるわ。もちろん、彼女にとって今までの物語は長いものだった。あの時の少女が今の話を聞いたら、きっと唖然として信じないでしょうね。でもきっとためらったりしないはずよ。だって彼女はキアナ・カスラナだもの。